聖ミハイール黄金ドーム修道院、ウクライナバロックは、18世紀ウクライナに見られたバロック様式のこと。コサックによるヘーチマン国家を中心に栄えたので、コサックバロックとも呼ばれる。また、ウクライナバロック様式は、イヴァン・マゼーパにちなんで、マゼーパ様式とも呼ばれる。聖ソフィア大聖堂キエフ洞窟修道院ウクライナは、長らく、ポーランド王国の影響下に置かれていたため、正教国家でありながら、カトリックの西ヨーロッパからの文化的影響を色濃く受けた文化を発展させてきた。特に17世紀はコサックがその力を蓄え、ポーランド王国にもロシアにも一歩距離を置いた独自の文化を完成させつつあった。歴代のヘーチマンは、その文化的な素養を見せつけるためにこぞって文化振興策に力を入れた。その中で、ウクライナには、西ヨーロッパのものともまた違う独自のバロック様式が誕生した。ウクライナバロックは西ヨーロッパのバロックに比べより控えめな装飾と簡素化されたフォルムに特徴づけられる。多くのウクライナバロック建築はその後の度重なる戦災によって失われたが、それでも多くの建築が現在に残っている。有名なものとしては、キエフのキエフ洞窟、大修道院、聖ソフィア大聖堂、ビードゥブ1修道院、聖ムイハイール黄金ドーム修道院がある。ウクライナバロック絵画の最も良い例として、キエフ洞窟修道院の三位一体大門教会の壁画がある。ウクライナバロックの時代には、版画芸術に急激な発展が見られた。象徴主義やアレゴリー、紋章学の記号や壮麗な装飾の複雑な体系が用いられた。ウクライナバロックは、ロシアのナルイーシュキンバロックへ大きな影響を与えた。近年では1927年から1932年にかけてのキエフ旅客駅建て替えの際、ウクライナバロックの様式と構成主義の要素を組み合わされたデザインが採用されている。ありがとうございます。